こんにちは、佐藤優太郎です。まあ、侍のプレイヤーです。なんか皆さんがグリップで悩んでるということで、まあ、僕のグリップの作り方と心がけてることをちょっと話します。まあ、グリップはこうやって握ってます。こんな感じです。まあ、ですごい意識してるのは、まあ、最後に離れる指が親指と人差し指ということなので、まあ、しっかり包むような感じで、あとはその他の手は添えてます。まあ、このままですね。こんな感じです。はい。で、まあ、グリップですごい悩むっていうか、まあ、永遠の課題とかいう方もいるんですが、まあ、僕は形とかっていうよりもダーツに対しての力加減をすごい気にしてます。あまり同じ形で持ってても力加減が違えば、まあ、握ってる感じが違うくなるっていう感覚があると思うので、形よりも力加減を気にして僕は投げてます。そんな感じです。まあ、グリップはまあ考えても完璧を求めすぎてもキリがないので、まあ大体ある程度しっかり握れてるかなぐらいの感覚で、まあ練習するっていうのもいいんじゃないでしょうか。では頑張れ頑張れグリップ。手に頑張れ。以上。Yeah!